超人変態プログレンジャー、はい、平川だ。8月も終盤ですね。で、早朝の漁港に来てます。漁港っていうか、夜中だねちょっと朝まで時間があるんで、ちょっとアジングですね。アジング、まあ去年は、まあ、9月頃から入ってきたかな。その前はまあ8月ぐらいということで、まあそろそろアジも漁港内に来てんじゃねえかなという感じですね。まあ連れてくれたらいいよねという感じの、まあ調査をしたいと思います。カチュさんのぼっち行動レッツゴー。てかね、まあ、夏ってなあんま釣れないからね、この辺の海ってまあ太刀魚調査2本あげてまあ次はアジングかなという感じですね。そうそう、プログレからですね、まあアジング用、まあライトゲーム用の、まあ、フロートっていうのが、まあ、販売されてそうです。ちょっと私もちょっと触らせてもらったんですが、ちょっとまだまだどうやって使うかが分かんないまあアジが入ってきてから、お伝えしたいと思います。ちょっと私もフロートっていうのはやったことがないんで、まあ、使い方すらわかんない。まあ、ロトは持ってるんですけどね、まあ、タチウオとかで使ってる。課長はフロートアジングタックルでタチウオ釣りをやってます。あのロットね、一番魚釣ってるかなまあああいうフロートのロットって何でも使えるんで、1本持っとくのおすすめですね。はい、ということで、まあ、どの辺が釣れるかな。はじめの場所取りが肝心。あ、灯台のとこ人いるな。はい、どうしよっかな。邪魔にならない、こっちの隅っこでちょっとやらせてもらえればいいかな。やっぱいいとこには人がいるよね。課長の場所取り。あんまり人がいないところ、基本は。まあ、ここだね。まあ、吹き釣りの人があそこの灯台のとこいるな。超過より撮影ポイントを選択しました。課長は漁港で釣り人とお話しするのは大好きです。でもね、撮影時は釣れてるところより一人でブツブツ言えるポイントを選んじゃいますね。なんでぼっち行動の撮影って本当に誰もいないポツンが望ましい。こんな感じに収魚と置きます。ぼっちアジングの頭、シュウギョット。魚を寄せる効果を狙うというよりは撮影をしやすくするといった意味の方が大きいです。暗いと何も映んないですからね。人が多いところでシュウギョットは嫌がる方も多いですから、結果人気がないところがお好みです。はい、タックル2本、まあ58と64、いつも使うやつです。58の方はエステル巻いてます。64は PE ですね。はい、ということで準備していきます。まずはスレアジ 0.8g とストリーマーの、これが夜光銀ラメでスタートです。ボトムを取って水深を探ります。0.8g のジグヘッドが14秒で着底。0.8g のジグヘッドの沈降速度は5秒で1メートル沈むと考えたら、水深はおーよそ3メートル足らずですね。はい。表層、中層、ボトム付近をそれぞれ探ってみます。地味な作業なので割愛しますね。当たりなーし。反応ないんでクリア系に変えてみます。これストリーマーなんでね、同じく 0.8g。 ちょっ
っちゃい魚が集まってきた。ここで水面がざわつき始めてます。細長い魚がいっぱいいんな。カマスかな。どうも去年はいなかったカマスが今年は入ってる様子。表層でバシャコラしてるのはカマスっぽい。なんなんすかねこの勢い。はあ。表層が忙しいな。なんかバシャバシャいってる。見てわかる通り、見てわかるっていうのは暗くて見えねえか。めっちゃベイトがいる。バシャバシャいってくるやつもいるんだけどね、なんか味っぽくはねえな。クラゲがいっぱいいるね。表層はカマスさんが占拠してる様子で、その下にチンコマイアジがいるみたい。カマス釣るのは好きなんですが、本日はアジング調査なのでアジを狙います。アジングの鉄則、バシャバシャに惑わされない。跳ねてるやつはいるけども。というわけで中層ゆる巻きしてみます。よい、来た。えい、来たよ。あ、豆味だね。サイズがよいしょ、11センチ。はい、思った通りアジは出ました。しかしな、まだ大きいのは入ってきじょらんのか。ちょっと遠投してみますが、当たりはなし。やっぱり初めの場所チョイスをしくったっぽいよな。これは困った。ここにはチンコマイアジしかおらん様子。まだ漁港内まで入ってきていないみたい。移動しようかどうしようか。悩ましい。はい、結局移動してきました。というのがこちらでずれ始めた様子。ここは漁港の入り口ですね。ってことはアジは漁港の入り口と外をうろうろしてるようですね。映像じゃ見えてないんですが、お隣の方サビキを結構遠投して当たってる様子。バグバレットスレアジ 1.8g で遠投してみます。ここでヒット。久々ドラグオンを聞きましたよ。まったく。サイズの割に引きが強いカマス。まあカマス好きなんですよね、カマス。でも本日はアジング調査なのでアジだったらよかったんだけど。久々テンションが上がってカメラの角度が悪いのに気づいてない。はい、ほんとそろそろ360度カメラでも買おうかなと思ってます。アジっぽいバレ方。いることはいるっぽい。サイズは20センチちょいくらいの引きですね。皆さん投げさびきで結構遠投してますが、ジグヘッドってなんとか届くんですよ。で、沈まないように早巻きになっちゃうんですが、早く巻いちゃうとカマスが反応しちゃう感じ。あ、フロートが必要なシチュエーションってこういう状況なのかも。今こそ使ってみたいフロート。
よいしょ。かます。課長。ダサいです。はーい。課長。というわけで、久々来たんですけど。ダサいです。よいしょ、超過は、カマス2本カマス2本か20センチクラスまあまあ、ちっちゃいねあまあ、というわけで、まあ、ちょっと今日これまあ、ご飯にしようかなと思います実は、平川課長の一番好きな魚種はカマスです、釣るのも楽しいし食べるのもないし、アジもちらほら釣れてるらしいんで、まあまあちょくちょくやっていきたいと思います。よいしょ、かます。ということでまた来ます。こちらね。ダサいです。バイビー。はい、おまけ映像。表層のカマスをひたすら狙う。見たい人だけ見てください。先に言いますが、一歩も上がってません。惜しいのあったんですけどね。カマスといえば、結構な早巻きで食ってきますね。課長が使ってるリールはハイギアなんですが、ハイギアでもこの巻きスピード。この日は結構バイトあったんですけどね。乗らなかったりリーダー切られたりまあ久々ノー編集の映像でーす見たい人だけどうぞーはーいI
よいしょ。
ッケよいしょ、カマスがいるな。よいしょ。課長大好きカマス。はい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 。うん、ちょっと、うん。そこにカマスが浮いてる。多分でっかいのがいるな。カマスはもう早巻き。ちゃんと食え。しょうがねえな。そう。
くそ、切られた。これで良さそうやな。乗らんなぁ。もうちょっと早い方がいいんかな。行ってくるんやけどな。
見えるのかな。よいしょ。
っかけてきような。食わんな。